デビアン GNU Hard のコンソールスタートアップ画面デビアン GNU Hard はデビアン GNU Linux システムの Linux カーネル部分を GNU Hard カーネルに置き換えたシステムである。デビアン GNU Hard の開発は1998年に開始された。長年にわたって開発が続けられているが、現在のところ正式なリリースには至っておらず。 2010年1月時点でのデビアン GNU Linux に対するソフトウェアパッケージ職率は69%以上となっている。デビアンの利用者の圧倒的多数はデビアン GNU Hard ではなくデビアン GNU Linux を利用している。デビアン GNU Hard の開発が遅れている原因の一つに GNU Hard 自体がまだ開発中であり、 製品として使用できる状態になっていないことが挙げられる。その後、2019年の段階で、デビアン GNU、ハードはいくつかの機能が欠けている。OS は i386 のみに提供されており、X と2ファイルシステムを使っている。また、DHCP は動作しない。ロードマップは X と4ファイルシステムへのミグレートの計画がある。 DHCP を使おうとすると、マシンはブートの途中で停止してしまう。d e b i a n GNU Hard はインストール CD やすでに利用可能な形の仮想ディスクイメージの形で配布されている。CD は IA-32 アーキテクチャを利用しており、これは IA-32 と X86 から 64PC でのシステムの利用を可能としている。 2019年現在のデビアン GNU、ハードのバージョン、デビアン GNU、ハード2019であり、これは2019年7月に公開されたものである。ありがとうございます。